皆さんこんにちは。今回はお仏壇の飾り方、特にですね、ろうそく立て、香炉、そして花瓶、浄土真宗では花瓶というふうに申し上げますけれども、そうした基本的な仏具なんですけれども、とても重要な仏具についてその飾り方をですね、解説させていただきます。浄土真宗本願寺派の飾り方になりますので、他宗派の飾り方は違うと思いますので、その点はご注意ください。改めて皆さんこんにちは、僧侶の神崎修生と申します。私は福岡県粕屋郡にある新行寺というお寺の副住職を務めております。仏教やお寺、また僧侶を身近に感じていただければと思い、このようにブログやですね、動画の配信をさせていただいております。早速中身に入っていこうと思いますけれども、お仏壇のサイズとか形式によって実は飾り方って変わるんですね。そんなお話をまずさせていただこうと思います。お仏壇はですね、こちらはお寺の本堂と言われる部分になりますけれども、ご本尊が置かれた場所になります。ご安置されている場所のお堂なので本堂というふうに言うんですけれども、この本堂の向こう側を内陣というふうに申し上げます。この本堂の内陣の部分をコンパクトにしたものが、ご家庭のお仏壇だというふうに言われます。ですので、お寺のそのお内陣の飾り方、仏具の飾り方というのが基本的なですね、お仏壇の飾り方、仏具の飾り方とも一緒というふうになります。しかし、お仏壇ってサイズとか形式ってまちまちですよね。なので、置けるもの、仏具はですね、置けるものと置けないものとがあります。小さいお仏壇でしたら全ての仏具はやっぱり置けないんですよね。ですので、お仏壇に応じたその仏具の飾り方ということになります。で、今回はこれだけは揃えておかれた方が良いという仏具、またその飾り方の基本についてご紹介をさせていただきます。そして、大きなお仏壇のお持ちの方に向けてですね、お寺のお飾りに近い仏お仏壇の飾り方も合わせて紹介させていただきます。まず仏具はですね、ろうそく立て、香炉、そして花瓶、この3種類がお飾りする仏具の基本になります。香炉というのはお線香を炊くものですね。で、先ほどから花瓶というふうに申し上げています。花瓶と書いて花瓶と読むんですね。花立てのことですね。文献を調べてみると、ろうそくもお香もお花もですね、かなり昔からですね、お供え物として使用されていたことがわかります。仏様やまた先に行かれた方、手を合わせるときにですね、必要とされる本質的なものだと思います。どんなに小さなお仏壇であれ、ろうそく立て、香炉、そして花瓶、この3種類は、揃えた方が良いものになります。今まで、お参り伺った先でですね、この3種類見たことないお宅はありませんでしたので、おそらくあられるかと思います。大丈夫かとは思います。お供え物というとですね、お菓子とか果物、またお水などを連想される方も多いと思いますけれども、実はそのろうそくのお明かり、お香の香り、お花、こういったものもですね、お供え物なんですね。このろうそく立て、香炉、花瓶が一つずつ揃えている状態のことを三つ具足と申し上げます。三つ具足、三つが具足している、揃っているということですね。飾り方なんですけれども、お仏壇の中にですね、前褥という卓を置いて、その前褥の上に三つ具足をお飾りします。向かって我々から向かって右側にろうそく立て、そして中央に香炉、そして左側に花瓶、その順番でですね、お飾りをいたします。平時、普通の時はこの三つ具足で構いません。お仏壇を購入された時に、場合によってはですね、ろうそく立てと花瓶は一対、つまり2つずつですね、ついていた場合もあるかと思います。ですが、三つ具足の時はですね、ろうそく立ても花瓶も、平時はこの三つ具足で構いませんので、ろうそく立ても花瓶も1つずつしか使いませんので、残りはしまっていただいて、結構です。ただ特別な時ですね、特別な時には五具足というものにします。で、どういった時は特別な時かと申し上げますと、例えば亡くなられた方のご命日であったり、ご法事の時、またお盆とかお彼岸、お正月、そういった特別の時にはですね、五具足というものにしていただければと思います。で、五具足って何かというとですね、先ほどまで3つだったものが5つに変わります。ろうそく立てが1対、2つですね。そして、香炉が1つ、
そして、花品が1対。これで5具足5つですね。で飾り方は三つ具足と同じくですね、お仏壇の中に前軸という卓を置いて、その上に五具足をお飾りします。五具足の並べ方なんですけれども、両側、外側からですね、花品一対、両側花品がきます。そしてその内側にろうそく立て一対、そして中央に香炉という、そういった順番になります。小さなお仏壇の場合にはですね、五具足すべて置くことってなかなか難しいかと思うんですよね。ですのでお仏壇購入された時にもですね、ろうそく立てと花品は一つずつしかない場合もあるかと思いますので、その場合はですね、三つ具足のままでも構いません。お仏壇の中に前軸を置いて、その上に三つ具足、五具足とお飾りしますけれども、私がお見受けする限りではですね、そのようになっていないお宅が多いです。前軸というその宅がなかったりとか、またお仏壇の手前にあるですね、経軸という、机が宅があるんですけれども、お仏壇の手前にこう宅って置いてあったりしますよね。その経軸、あれ経軸というんですね、お経を置く宅になります。その名の通りお経を置く、お経ですね、お経様の本を置くものになるんですけれども、その上にろうそく立て、香炉というものがですね、花品もそうですけれども、 そこに経卓の経軸の上にですね置かれている場合が多いです。ですがその経軸の上には基本的には三つ具足五具足を置かないというのが本願寺派の正式な飾り方になります。いろんな他の宗派さんではですね、その経軸の上に置くことが正式な飾り方というところもあるかと思いますけれども、浄土真宗本願寺派においては経軸の上には基本的にはお経の本以外置かないというのが正式な仕方だというふうに言われております。ただし実際の使用面から言うと、お仏壇のサイズが小さければ、お仏壇の中にろうそく立てとか花品ってなかなか置きづらいんですよね。また置くことによってろうそくの火がつきそうで危ないこともあるんですよね。そしてご年配の方でしたら、お仏壇の中だと結構遠すぎてですね、こうお線香をお供えするのとか、ろうそくをつけるのもかなり遠すぎてお参りしづらいとかですね、また前かがみになると腰が痛いとか、そういったご意見も伺うことがあります。ですので正式な飾り方というのを一応覚えていただきながら、お仏壇その実際の使用ではですね、現実そのお仏壇のサイズとか形式に応じて、その経軸の上に置いていただくなどを適宜行っていただければと思います。お仏壇の中にお飾りできそうでしたら、前軸を置いて、その上に三つ具足五具足と状況に応じてですね、お飾りいただければと思います。また五具足にされる場合には、前軸の上に内敷きという綺麗な布があるんですけれども、その内敷きというものを敷くというのがですね、五具足の時には敷く、つまり特別な時にはその布を敷くというのが正式です。内敷きは平時はこれ三つ具足の時と同じでですね、平時はしまっておいていただいて結構です。次に四具足についてご説明させていただきます。四具足というのはですね、今度は上軸、前軸ですね、今言った前軸というものの 一段上にですね、上軸という、またこちらも卓を置くんですね。上軸を置いて、その上に四具足というものをお飾りします。で四具足とは何かというと、仮病というものが一対、そしてろうそく立て、そして貨車と言われるものですね。この4つで四具足、4つが揃っていますよという意味です、意味になりますけども、この四具足を置きます。で仮病とはですね、敷みという、そういった敷みなどのですね、青木を生けるもので、また貨車とは蓋のついた香炉のことですね。飾り方はその上軸の上に四具足を置きます。 両外側にですね、仮病一対、そして中央の前側に貨車、中央の後ろにろうそく立て、そんな順番になります。ただし小さいサイズのお仏壇の場合はですね、四具足が置けない場合もあります。このあたりがお仏壇のサイズとか形式によってですね、一様にお飾りすることができないという部分になりますね。小さいお仏壇の場合はですので、その四具足の、仏具がついてないような時もありますけれども、その四具足すべてではなくても仮病だけついているということもあります。仮病にはですね、お水を入れて、敷身などの青木を刺しお供えします。
しきみという木はですね、水を浄化して香りが良くなる木だというふうに言われます。このしきみで浄化された水のことを香水、一般的に今の言葉で言うと香水というふうな言葉になりますけれども、この香水といってですね、お水をお供えするんですね。仏様の国であるお浄土というですね、国の美しさ、その水の美しさであったり香り高さ、またお徳を表しているというふうに言われております。浄土真宗ではお水はお供えしないんですよというふうに言われることがあるんですけれども、正確に言うと本願寺派ではその仮病の中にお水を入れて香水としてお供えをいたします。ただし意味合いとしてはですね、先に行かれた方へお供えするというよりは、阿弥陀如来という仏様ご本尊のお浄土という仏様の国のその世界観、様子を表したものだというふうに言えます。あのコップとか湯飲みにお水を入れてお供えするという形ではないので、まあ、そういったものがちょっと省略されてお水をお供えしないんですよというふうに言われることがありますけれども、正確に言うとですね、仮病の中にお水を入れて香水をお供えさせていただくということになります。お供え物に関してはまたの機会に詳しく お伝えさせていただきたいと思います。ちなみにしきみに関してはなかなか売っていなかったり、売っていてもかなりの量での購入になってしまうことがありますので、お庭があられる方などはですね、しきみを植えることをお勧めしています。ちなみに真行寺のご縁の方にはですね、おすすめをしておりまして、お庭がある方などはどうですか、しきみをお供え植えてみられてはいかがですかというふうにおっしゃった伝えさせていただいたらですね、実際に育てられておられる方もおられます。今回はお仏壇の飾り方、特にろうそく立て、香炉、花瓶などの基本的な仏具なんですけれども、非常に重要なものの飾り方について解説をさせていただきました。お仏壇を飾るのにこれだけは必要になるという仏具、それはろうそく立て、香炉、花瓶でした。それ以外のものに関してはですね、サイズや形式に応じてになりますけれども、仮病とか四具足を揃えていただいたりとか、場合に応じては三具足を五具足にしていただく、そういうふうにしていただければと思います。他のものが全て必要ではないということではありません。それはもう現実的にですね、サイズによってなかなか置けないので、その適宜に置いていただくということにはなりますけれども、できればですね、こちらの本堂の内陣というものを表したものがお仏壇になりますので、できるだけその形に近いような形でお供え、お飾りをいただければと思います。またの機会にお供え物についてもお話をさせていただきます。この動画ブログではですね、仏教やお寺、僧侶を身近に感じていただければと思い配信をさせていただいております。更新情報は各種の SNS で配信させていただいておりますので、よろしければフォローもいただければと思います。またこの動画にもですね、グッドボタンやチャンネル登録いただければ幸いです。どうも最後までご覧いただいてありがとうございました。